はい皆様こんにちはえ本日はようこそおいでくださいましたところで皆さんはタクシーにお乗りになった時に運転士さんと話をするタイプですかそれとも車内で黙ってスマホをいじり続けるタイプの人ですか私は2日前、えー、シェラトンホテルというところで聖書の講演会をやったんですね で、お話が終わりますと一人病院の理事長の方が来られてこう言ったんですね実はタクシーに乗った時に運転手さんと話をしたらすっごい話が弾んでもしかしたらこの人心理求めるってるんじゃないかと思ってそれで私運転手さんともうちょっと話をしたいなついては私毎週日曜日教会行ってるんだけど自宅から教会まで往復あなたを使いたいと思うので一緒に来てくれませんか そして私が教会の中に入ってる間あなたも一緒に入って「聞いてくれませんか?」言うてね往復8,000円だそうですそれをね7年続けたんですそしてこの日曜日この方がクリスチャンだったんですタクシーの運転手さんねでその人が「今日この会場に来てます」って言うんですよそれで「高原さんぜひ話をしてやってください」っつってねでまあ中華料理いただきながら 自然料理ねそれでいろいろ話をしてまあ本当に自分の人生の中で神関係ないキリスト知りませんみたいなそういう人生だったんだけどいや人生は出会いだってほん、まあ、に喜んでおられたんですねで奥さんまだクリスチャンじゃないんですけど私は主人がクリスチャンになったことをね本当に喜んでますお酒の量減ると思います言ってね 私が言うても駄目でもね神様がおっしゃったら何とかなるんちゃうか言うて、まあ、おっしゃってたんですけどでもどうしてこの方がなかなかもう60代の方ですけどどうしてこの方が教会に行ったり聖書を読んだりすることが今までなかったかと言いますとね下手に宗教と関わると面倒くさいことになると考えてたからです。いやどうして神を求めるということが面倒くさいことになるんだろうか。 い、まあ、いろんな勘違いがあったわけですねで先日ですね私はあの皆さんさかな君ってご存知ですよねギョギョっていう人僕あの人大好きなんですよ。えー、彼サクソフォンプロ級ですよ。むちゃくちゃうまい。でんでサクソフォンやったかといったら中学入った時にね吹奏楽部に入らないかって言われた時にその「吹奏」というのを「<laughs> 魚を買う吹奏」。 と勘違違いしてて入って違うやんんめれませんみたいな感じでねまあ都の大会で優勝されたそうですがそのさかなクンとねブルーハーツってことですかリンダリンダ河本宏人ですよもう完全に分かる人と分けらない <laughs> ドブネズミみたいにってやつですよ。 まますます弾いてだ <laughs> <laughs> もうドン引きの人いるまあ僕好きなんですねあの人ねでねさかなクンも好きで河本大人のも僕好きなんですでこの2人が対談してるんですが実は河本さんですね知る人ぞ知る昆虫大好き人間なんですさかなクンは魚が大好きな人なんですけれどもさかなクンは昆虫が嫌いなんです特に足が長い昆虫 足がたくさん生えてる昆虫嫌いなんですそれでそれでう本博人に「何で昆虫好きなんですか?」って聞いた時にんか彼が病気でずっと休んでなあかんみたいな時があってねで布団をずっと寝転がって見てたらシバンブシという今は名前は知ってるんだけどその時名前わからなかったシバンブシという虫がおったんです。 このシバシっていう虫はね長さ2ミリなんですこういう漢字で書くとね「死の番人」と書いて「シバンですよヨーロッパではね死神を連れてくる虫というふうに言われてるんですというのは繁殖するとねカチ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 っていう音がするこのカチ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 っていう音が死神が近づいてくる足音だというふうに解釈したんですねヨーロッパ人はだから非常に不名誉な名前「シバムシ だけどそんなん知りませんから偏見なしにそのシバムシをじーっと見ていた時にすごいことを発見したってうんですよ。何かと言いますとねカブトムシそっくりなんです。カブトムシを100分の1にしたカブトムシ。体長2ミリのカブトムシ。まあ、雌のカブトムシ。で彼はねこれすすごいですよ 例えば世の中いいっっぱい色んな車走ってますよねこの車をミニチュアにしたのがミニカーと言いますがこのミニカーって走りませんガソリン入りませんエアコンついてませんそしてまあこのワイパーもなければ何もないわけですよねただ小さく外観を似せてるだけでしょだけど体長2ミリのこのカブトムシ生きてる。 世の中でミニチュアのものをみんな鑑賞しておもちゃにしてる人たくさんいるけどこの昆虫ってね大きな虫も小さな虫も生きてるだから私は小さい虫であればあるほどそれすごいと思う小さすぎるものを作るって難しいでしょうと言ってこう言ったんですね虫のすごさが分かったら虫のことが好きになります私たちも人間の中でこの人苦手やなあ この人はあまり好きじゃないな。この人はあまり近寄りたくないな。っていうのは、実はその人の良さを知らないから、そう思ってるのかもしれない。もしかして自分の知らないその人のこぎとか、才能とか、いい面を知ったら、その人のことが好きになるかもしれない。魚のことが好きな人は魚に詳しいです。宇宙のことが、 好きな人は宇宙に対する知識随分持ってるんじゃないですかよく知ってる人はその知ってる対象のことを愛するようになるんですまあ私は今プーチンのことをよく知るようになりまして憎むようになりましたが <laughs> そういう場合もありますが基本的には相相手手をを知るるるここととが愛すにななのではないかそしてなぜ神が面倒くさいというふうに思ったんだろう 亀について正しい知識を持っっていなかったかたらです神について知らなかったから聖書を読んだことが一度もなかったからだから神「神めんどくさい私とは関係ない」でも聖書の神バイブルは神がどんな方であるかということを書いています聖書の神はあなたをお作りになった方ですそしてあなたを愛しておられる方です あなたを一方的に愛してあなたがいい時も悪い時も絶好調の時も絶不調の時も神様のあなたに対する愛は変わりません特に神様は全てのものを作りになったまあこの世界の第一原因者でやられる方なんですけど全てのものと一線を画して人間を特別なものとして作りました聖書の中にね「神はご自分の形に似せて」 人を作りになったって書いてあるんです皆さんねあの例えば友人からね「いや職場にねあなたそっくりの人出るんだよ」っていうふうに言われたらちょっと気になりませんかその人ってどんな人あの昔芸能人でね高原家っていうのおったんですよ、あのー、私はあのクリスチャンの間では高原家と呼ばれております、ね、高原兄と書いて高原家 まさに高原慶という芸能人がいたんですよアラジンって知ってますか突っ張ってって知らんでしょもうね高原慶という芸能人おるぞって来た時ええー、っ,って調べましたよがっかりしましたなんやこれはとあなたそっくりの人が職場にいるその職場の人が実はすごく評判の悪い人だったらえーとなりませんか でもあなたそっくりの人がいるその人がみんなから尊敬されていたり慕われていたりしたらうれしくなりませんか神はご自分の形に似せて人を人格あるものとしてお作りになりました。神には人格があります。地位上位があります。そして人格を持つものとして作ったということは言い換えればね人間には他の動物にはない良心があるんです。 両親というのは良い心と確保の良心です今日はこの両親ということについて少し考えてみたいと思うんですね。この両親というのは一体何なのかと言いますとね時と場合によって私の心に挑みかかるものにもなり私の心に寄り添って応援してくれるものにもなるんです。裁判の時に私たちを訴えてくるのは誰ですか検察官です。 裁判の時に私を弁弁護護してくれる人は誰ですか弁護士ですすか士実は人間の心に宿っている両親というのは時と場合によって私の検察官にもなるし私を弁護する弁護士にもなってくれるんですねと聖書は書いてるんです、まあ、まずそこを見てみたいと思うんですねローマ人への手紙の2章というところです。 今日は2箇所だけ見たいと思いますがローマ人への手紙の2章神の聖書の方では299ページ2章の15節彼らは」さあここで言ってる「彼ら」っていうのはユダヤ人以外の人のことを指します。 つまり民族的に聖書を持っていなかった人たち、違法人と言われてる人たち、バイブルがない人たち、いわゆる立法と言われてるものに無縁な人たちです。でも神様なんか知らない、聖書なんか持ってないという人でも、神のことを実は良心というものを通して、うすうす気がついているのですよ。とここでは説明してるんですね。で、良心って一体何なのか、ちょっと読んでみましょう。 彼らは律法の命じる行いが自分の心に記されていることを示しています。この自分の心に記されている律法の命じる行い、これが良心です。彼らの両親も証しをしていて、彼らの心の思いは互いに責め合ったり、また弁明し合ったりさえするのです。両親というのは？ それに戻るるることとををすると両親が自分の心を責め立てるんですね誰も知らないことであったとしても自分だけが知っているあの過ちバカげたことやっちゃいけないことそうしましたらその両親が自分の心を責めるんです。ここで「互いに責め合って」と書いてますけどここで言ってる互いの双方って誰のことでしょう一方は両親です。 もう一方は、両親によって告発されてる自分の心なんですね。つまり、人間の心が知事に言われてるんです。両親という厄介なものがあるために、他の人にはばれてないことでやったとしても、お前、なんであんなことやってんと両親が言うのです。この場合、両親は検察官ですね。しかし、こうも書いてあります。また、弁明しやったりさえするのです。弁明するというのは弁護するという意味です。守ってくれるんです。 大丈夫だ特に両親に恥じない行いをしているにもかかわらず人から誤解されている時にはいや人は何と言おうが私の心の中で私の内側に住んでいる両親は「お前間違ってない人の目や人の意見を気にするな胸を張って堂々としてるよ!」というふうに自分のために弁解してくれるって言うんです。 あの先日ある業界誌を見ておりました時ですねアナウンサーの苦悩について書いてありました、まあ、アナウンサー私は無理です大阪弁やから今から23年前に初めてラジオの番組に出て1回目だけ標準語でやったんですよそしたらお手紙が来まして「標準語でやれ」って書いてあったんですね 非常に傷つきましたね自分で標準語と思ってるのは標準語じゃなかったんですねそれで2回目からはもう諸出しやもう大阪弁でもそのままやり続けてるわけですけれどもこのアナウンサーの人ですね実はこの番組の中でねこの,このアナウンサーは某局の匿名の名人ですでこの方はですねフェルメール店の案内をアナウンスしたんです。 今回の「フェルメール展」では「真珠の首飾りの少女」をはじめとしてフェルメールの作品がやってまいります皆さんどうぞご来場くださいその放送が終わるやいないやですよもう全国のこの番組を見ている視聴者からダメ出しボロッカスの、えー、メールが殺到したんですねあるいは電話が殺到したんです 実はですねこのフェルメールの代表作ってね耳飾りの少女なんですよそれなのにね首飾りの少女耳飾りの少女の絵はね皆さんねあこれかっておっしゃると思います見たらわかると思いますでく耳飾りの少女首飾りの少女ってねこのおバカさんっていういや教養ないな アナウンサーの奥さんになんて教養ないもっと勉強しろよとよくそれでフェルメール展の案内したもんだなみたいなことでねまあダメだし非難でブワーッて言われてるんですけど実はですねフェルメールの作品の中に「真珠の首飾りの少女」という作品あるんです。で今回来るフェルメール展の目玉の作品それなんです。彼は間違ってないんですしかも アナウンスの原稿をもらった時に多分耳飾りの少女と勘違いしているというふうに思われて大変なことになるのでこの作品名は伏せた方がいいんじゃないですかということを局に言ってるんです。でも局の方としてはいやこれが目玉だから言え君は原稿通り書いてあることを読んだらいいんだということで気が進まないままに彼を読んだんですがその読んだ結果おバカさん。なんて彼はおバカなんだろうというふうに 言われてる時に彼の心の中にあるのはね「間違ってないわ俺は!」というまあ匿名でしたけどねまあ自分の両親に照らしていった時にね「間違ってるのは間違ってると指摘している皆さんですよ」「おバカさん」って私のこと言うけどあなたがですよ。 ままあそうは言いませんけどね皆さんだって自分の両親に戻ることしてないのに何かものすごく一方的な意見で何かやり込められた時にねもううっくつするものそしてその時にね何が慰めになるかといったら自分として恥じることないんだったらもういいじゃないか。そのように私の心の中で両親に恥じないことをしている時にそれでいいんだ。 と弁明してくれる心弁護士になってくれてる心ですよね。これ両親ですでも両親に恥じるようなことをした時はどうですかその時には両親が私を「なんてバカなことやったんだ!」と責め立てるんじゃありませんかこのオランダのティルビルフ大学という大学でロブ・ ネリートセンといいうう教授がいらっしゃるそうです私は聞いたことがないでもこの方がね罪悪感を持ってる人は皆自分いじめを始めるというふうに言ってるんです罪悪感を持つ人は皆自分いじめをしこれがうつの原因の一つであるそしてこの現象のことをドビー効果というふうに彼は名付けたんですねこのドビーというのはね ハリーポッターと秘密の家という小説があるんですけどその中に登場するキャラクターの名前がドビーなんですどんなキャラクターであるかと言いますと主人の意図に反することをすると自分の魔法で自分を傷つけたり罰を与えたりするというキャラクターなんですあまた失敗してしまったまた期待を裏切ってしまったまた意図に反することしてしまったという時に 魔法使いのその魔法の力を使って自分自身を傷つけたり貶めたり踏みつけたりこれをドビーと言いますがなんであんなことするのと映画を見てる人はみんな思うんですがそれやってるでしょって彼は言うんです両親ってそれさせるでしょと言うんですそしてこの両親の訴えによる罪悪,罪悪感を感じている人は 自自分自身を縛るるようになるそしてこういう実験したんですね。もしあなたが去年留年したとします。そして今年は勉強頑張ってね試験頑張ってもう留年しないというふうに親に約束していたにもかかわらず留年したとしますよ。さてその留年が決まった直後に友人たちから「おい スキー旅行行こうよというふうにスキー旅行に誘われた時に「あなたは行きますか?」という質問なんですね。留年を免れて進んできているとには全員行きますでも留年が決まった時には「行きますか?」と聞いた時にほとんどの学生たちがね「いや行かない。 でこの教授こう,言うんですよね。留年したということとスキー旅行行くということは基本的に別個の問題やってるんです別個の問題なのになぜそれをするかというと親を悲しませてしまったという罪悪感を持ってる人は自分自身を傷つけることによって許しを得たというような感覚を持つからだろうこの許しを得たという自分なりの感覚を持つというのは 本当の許しとは別物なんだけれどもひどくなっていったらより壊滅的な選択を選び続けるかもわからない一番究極の例は何かといったらね自殺なんです。罪悪感が感じられている時には自分を罰することで何らかの許しを得られたような気持ちになるけれどもそれは本当の許しには関係がないんだ。 と彼は言ってるんですね。で実はですね、あのヘルマンヘッセのこの短編の中にね、少年の頃の思い出というのがあるんですね。あのいろんな人のね、あの作品がありますけどね、少年時代の話が一番面白いと思いませんか。僕はそうですね。で、このヘルマンヘッセはですね、この 40歳ぐらいの時ですかね、あのー、趣味がね昆虫採取なんですよまあ俺作家で忙しいのに <laughs> 蝶々捕まえてねでそれをこう採集して珍しい蝶々を標本にして眺めるっていうのが、まあ、彼のすごい趣味だったんですがある時友人が訪ねてきてね「おいちょっと俺の宝見てくれよ!」と思ってそれ見せるんですがその友人がちらっと見てね「ああもういい蝶俺から遠ざけてくれそれ」。 あれこんな失礼なこと言うやつじゃないのにと思ってたら「いやちょっと気悪くせんといてくれよ」と言って自分の少年時代の話始まるんですね。でこののの友人も実は10歳の時に 標本作るのが大好きでねもうその辺り一体の少年たちでそれが流行って特に彼の場合はですねもう超集め腸の採集で標本作るということにのめり込みすぎましてね一旦蝶々長を追いかけ出したら家に帰ってこない学校休む食事の時間も全然忘れてしまう。 あまりりにものめこの子から昆虫採集を取り上げるべきじゃないかそうでないとこの子まともな大人にならないんじゃないかってね心配されるぐらいになったんですけれどもある時、えー、山ママユというね、えー、あそうじゃないあのね小紫ですよ小紫というね紫色の蝶を捕まえるの珍しい蝶々なんです。 で彼は、ね、今までその貧しい家だったのでその最終箱標本箱っていうのもねボール紙で自分で作ったやつにピンで留めていくというねで他の友達は綺麗な市販の標本箱持ってってそれ見せたらね「お前らこれたわんでるやんか」とか言われてねだから友達には見せずに自分だけの楽しみにしてたんですけど友達の誰も持ってないような 小紫を捕まえた時に、ね、もうちょっと見せたいんですよ見せたい見せてすげえって言わせたいで近所に彼ともう私有を決するようなですも,うもうどちらもどちらぐらいのねすごい優等生のエーミールという少年がいましてでマンションの4階に住んでるんですであいつに見せたろうと思ってねもうねここ持って行ってね 俺これ捕まえたっっつってそしたら「おお小紫かこれやったら20ペンー火で売れるぞ!」。でも左の触覚曲がってんな右の触覚反ってるよねそれから足2本外れてるやん。言ってねもうそっからねケチをつけるんですよ。 もう自分がねこれすごいやろって思って見せたやつがねここはあかんあそこもあかんこれもダメということでねもう非常に彼は深く傷つきましてもう二度とこいつのところにはいかんからなと思ったんですがそれから2年経った時ねこのエーミールがヤママユガというねもう図鑑の中でしか見たことがないその蝶を幼虫の段階で見つけてそれを孵化させて そして蝶にまで成長させたやつを標本に持っているという噂が耳に入るんですね。この山眉がっていうのはね、こう。こう、あの羽閉じてるんですけどね、鳥が来た時に羽をぼっと広げるんですよ。ぼッと広げたら、その羽の模様がね、すごくこの驚どおどろしい模様で。鳥がびっくりして、やめ,や,めや,めやめとくみたいな。やめとくとはよ、鳥言えへんけど。もうね。 図鑑の中でしか見たことがない名前は聞いたことあるでももうその当時蝶のコレクションをしている少年たちにとって水前の的ですよそれをあろうことかエーミルが幼虫の段階から孵化させて持ってる完璧なやつもう見たいあいつとは会いたくないけど会いたかないという気持ちをはるかに超えて見たい「見たい見たい見たい!」と思って学校から帰ってね。 そしてすぐに彼の家に行ったんです4階そしたら扉開いてるところが家の人いてないんですよあれ不用心やなそして「エミール!」って言って彼の部屋入っていったら彼もいないんです誰もいてないこの家大丈夫かいと思いながら周りを見渡すと その山眉がの,この羽を広げてるその細工してる最中ですそれが見つかったんですねもう本物の山マがマユガ見てるく美しいなんてすごいなんてすごいで終わらずにねどうしても欲しくなったんですそして気が付いたらピンを抜いて 生まれて初めて盗みを働くんですいや俺の手に入ったそしてそーっと扉を出て下に降りていきましたら途中で下の方から上に上がってくる人の足音聞こえるんですよ。やばいと思ってすぐにポケットに隠して見とがめられるんじゃないかなんか声かけられるんじゃないかと思いながらでも。 すーっとそのまま何も声をかけられることなく別の住民だったんでしょうね彼はそこから出てそして家に向かってる最中に我に帰るんです。なんてひどいことやった。なんていけないことしてしまった。元のところに戻す戻さなければならないと思って U ターンしてねそしてまだ 帰ってくる前に元あったのと同じような状態にそれをしようと思ってポケットから出した時に羽がちぎれてたんですねさっき急いで隠した時にどうも握り潰したみたいですしまったと思ってねもうどうしていいかわからないで一応それを置いて家に帰ってくるんですが あんまり顔色が悪いのでお母さんが聞いてくれたんですねそして一部始終を話すと「今すぐエーミールのところに行って私に言ったことを彼に言いなさい」「圧にしてはいけない」「今すぐ本人に言って謝りなさい」で行ってみたらねもうエーミールがもうがっかりしのじまんして。 そして誰がやったかわからないけどこんな状態だ猫がやったのかもわからない。こんなんだよ皆さん本人ね猫がやったかもしれないと言った時皆さんどうしますか猫って悪いなって言って。猫のせいにしますか猫のせいにしたら切り抜けることができますが。 両親はもっと叫びますよ彼は自分の心の中の両親が「お前は罪人だ!」というその両親の呵責に耐えかねてやってきたんですそれで「僕はやった」「ごめんなさい」っつってそしたらエーミルがね怒鳴り声を上げることなく声を荒げることなく 静かにこう言ったんですねそうかそうか君はそういう人間だったんだな彼の顔を見上げるとね心の底から軽蔑しきってるんです「エミルごめん僕の宝物全部あげるから僕のおもちゃ全部持ってくるよ」「僕の標本も本も全部君にあげるから」 君が持ってるようなやつは全部俺持ってるしそれに君蝶の扱い方こうだろう皮肉です彼は言葉もなく家に帰るんですね感謝のことに彼のお母さんはどうだったと一言も聞きませんでしたそっとしておいてくれたでも 彼はその次何をしたかと言いますとね自分の集めた標本の蝶を一つずつ潰していたんです4年がかりで作ったものなぜそんなことをするのか受け取ってもらえないんですよそんなことしてもエーミル喜ばないでしょうだけど何か自分が罰を受けなければ落ち着かないそうすることによって彼の心は癒されたかいいえ だって30年後にヘルマン編成が標本箱をちらっと見せただけで「俺はそういうもの見たくれ!」って言って癒されてないんです皆さん良心ってこれ良心的であればあるほどまあ人間というのは神から離れた結果罪人ですよ罪人でありかつ良心的であるということって苦しいと思いませんか 罪やめることできないのに両親が鋭敏に機能するということは苦しいことではありませんかそこで今の心理学の一派はこう考えるんですねもうね両親というのは後天的に教育によって仕込まれた癖であってそんなの忘れたらいいよ実はねそのホテルでの講演会のあたりでもう一人ね元ミッションスクールの中学の先生の方がいらっしゃったんです でこの方もね、YouTube を聞かれて今、えー、クリスチャンになられて感謝なんですけれどもでもこの方ね元というのはねあの学校辞めたんです心の病気になってでその仕事を辞めることによってずいぶん軽くなってねそして、まあ、精神科にも通っておられたんですけどねそのねあの精神科に通った時にね彼の担当医がこう言ったそうです。 〇〇さんはミッションスクールの数学の先生なさってたんですねはいそうなんです教会に行ってらっしゃるんですかいや私はミッションスクールで働いてるけどクリスチャンじゃないんで行ってません行かない方がいいですよって下手に教会行って両親が解き澄まされたら 病気悪化しますよって言われたんですね。人間ってみんな悪いんじゃないですか、それをね、正しく生きるとか、正しい基準とか、そんなこと言ってるから、治るもんも治らないんですよ。行かん方がいいですからって言って、それ、なんていう病院につけた私もね、<laughs> 教会に行くことによって、もっと病気が悪くなる人いるんですよとか言うんですよ。 確かに両親というのはね私たちを訴えますから訴えられてる私は苦しいんです訴えられるにふさわしいことをやってるのにしかも外側だけではなく内側からも責められて苦しいで楽になるためにはどうするかといったら両親を完全に殺すことです何やったって全然責められない人 でも、世の中から両親が機能する人がゼロになったら皆さんこの場所から一歩出た瞬間もうね危なっかしくて道歩けませんよ。両親を殺して世の中が物騒になるか両親を生かして自分を傷つけて最悪自殺するかこれどちらも。 破滅的結末じゃないですかところが聖書は両親を生かしながら同時に私たち罪人を生かす道について語ってるんですそれがイエス・キリストの救いなんですキリストは罪人の罪の罰を代わりに背負って徹底的に罰を受けてくださったんですね 罪に対して私たちが何か自分で考え出した自分を罰する行為っていうのは神様の前に何の効力もない。しかしキリストは神が納得できる完全な清いお方なのに私たちの罪を背負って十字架にかかって死んでくださったのです。もう一箇所見たいと思いますがローマ人の手紙の5章です。8節304ページ。 5章の8節にしかし私たちがまだ罪人であった時キリストが私たちのために死なれたことによって神は私たちにに対すするご自分の愛を明ららかにしておられます私たちは両親の呵責に耐えかねている時にその両親の声は神の声で「神は私などを滅びたらよい」というふうに言っておられるに違いないと解釈しがちなのですがそうではありません。 神は私たちが罪人になり果てた後でも私たちを愛することをおやめにならないですおやめになれないのです God loves you because God is love 神は愛ですこの方は私たちを愛してそして私たちの罪を許すために イエススキリストといいう方を使わせてくださいましたそれによって愛が分かるそれによって愛が示されているとここで書いてあるんですが私はですね昨日あのウィーンの方が主催する、えー、バイブルコーヒーブレイクミーティングというのに出させていただきましてねそこでね「人生の四季」というテーマで、えー、お話しさせていただいたんです、まあ、四季というのは4ーシーズンです 春夏秋冬人生を4つのシーズンに分けていった時にまあ私秋です今で私自身が一番祝福されたように思うんですね自分の人生まだ冬まで行ってないんですけどでも秋まで行くと少し振り返ることができます。自分のの人生の中で振り返っていった時に ここかしこに神様の備えや神様が送ってくださったキーパーソンみたいな人たちがいてねなんかつらかったことにフォーカスすると人生は辛いことばっかりに見えてくるんですけど良かったことにフォーカスすると決して捨てられてはいないということが分かるんですねで。で特にあの春の時代春っていうのは子供時代でです自分で食っていけるまでの時代です。 その時には受け取るシーズンです子ね。もう子供ってねもうすぐに影響を受けますいい影響も悪い影響もすぐに受けます私も見るもの聞くものすぐに影響を受けました学校行った時にブラスバンドのもも演奏があった時にねもうやりたい思ってトランペット吹きたい思って入ったら「あると」って言って。 かかかかみたいなやつで,で「すねいや僕はそんなじゃなくてポッポ吹きたい!」って言って「うんぱんうんぱんうんぱんぱんぱん」ってそう,そ,ういやいやそうじゃないメロディー吹きたいみたいなテレビアニメでね僕小学校小学校じゃね4歳ぐらいの時ね「ゼロ戦ハヤと」というアニメがあったんですよ知らんわな俺僕はねゼロ戦のパイロットになりたいと思いましたね 幼稚園じゃゼロ戦ってもうないし何かこの流行ってるものとか目とか耳から入ってくるものがすぐに影響されてだからいいもの入ってきたらいい影響悪いもの入ってきたら悪い影響を受けるんですけど私にとってその春の時期にねもう決定的に良い影響を与えてくれたものが2つあります。 まあ、一つは、ね、日曜学校ですもう本当に素晴らしい思い出がありましてもし皆様の中でお子さんをお持ちの方あるいは、えー、ご親戚のお子さんをお持ちの方はこの時間帯に「ジョイキッズというのをやってますのでねもうあの世界に誇る東住吉ジョイキッズ、d s って,て <laughs> 言い過ぎかなあの素敵なプログラムがあるのでぜひまたいらしてください送ってみてくださいもう一つはね本なんです まあ私はあの片親で育ちましたし途中からまあ母が再婚したんですけどなかなかしんどい家だったんですけどね図書館に行って主に偉人伝を読んだんですが偉人伝読んで一つ分かることはね歴史に大きな影響を与えた人たちの多くは孤児なんです。つまり両親ともいないか片親がいないか。 でそういうふうに自分とちょびっと共通点がある人ちょっと苦しい少年時代を過ごしてきた人が大きくなって世界に大きな影響を与えた自分よりも先に自分よりもっと辛いところを通ってしかも後々世界に大きな感化を与えた人たちがこんなにもたくさんいるんだということを知るだけでね 何か自分の将来が約束されたものであるかのように感じたんですねそんなん自動的に良くなるということではないんですかでもなんとなくね希望っていうかんかこう辛いことがある時にねその精神のバランスを保つために本の世界は私を励ましてくれました特に今あのニトリ立とうとしてますけどもともとシャープなんですよ でそのもっと手前のところにね早川福祉会館というのがあった早川っていうのはねあの方は福祉に力を入れられてそして子ども図書館を作られたんですねその早川福祉会館というところに行ったらね子ども向けの本がもうわんさかあってまあそこをよく行ってね読みましたが。 その中一の冊はね昨日ちょっと時間がなくて言えなかったやつがあるんですけどそのシートン動物機の中のオオカミをロボというのがありましたねもうこれねもうほんまにハマったどれぐらいハマったかといったらね書き写したんです私ラストシーンはノートにこのシートンっていうのはアメリカ人の動物学者なんですけどある時ねあの 牧場経営者から依頼を受けましてね「オオカミのために助けてくれ!」っつって「実はうちの近所にたった6匹のオオカミグループがいるんだけれどもこのオオカミグループがこの5年間に牛だけで2,000頭殺してるんだ」しかも殺す牛は一切の目牛でそれ以外は目もくれない。若くて美味しい 若い肉ばかり狙ってあとは見向きもしないそしてそればかりか食べないただ遊びで数百頭の羊を殺すんだ羊を殺す時にはその殺し方が実に頭脳プレーで羊ってね羊の群れの中にヤギ入れとくんですよでヤギがリーダーとなってこ固まっていきますからチりチりバラバラにならないので守られるんですけど まずこのグループは羊をする前にね羊の群れを飛び越えてヤギを殺してからびっくりした羊がちりチりリチリバラバラになってるのを見て一頭一頭倒していくんですしかも食べないただ遊びのために殺すんですもう私の牧場芸はこれ以上やっていけないいうことでねそれでねこの狼をロボロボってスペイン語でオカミって意味です賞金首かけるんですよ 千ドルこれ今のお金に換算するとね3,000万です人間のお尋ね者でもねこんな高額の賞金首かけないですよそれでその金につられて全米からオオカミ殺しオオカミ狩りのプロフェッショナルがいっぱいやってくるそしてもう熟練のですねそのオオカミハンターのこの犬をね たくさん引き連れてくるんですが全滅するんです乗り込んできた時には40匹ぐらいの猟犬連れてんのに帰ってくる時人間だけみたいなもうねどうにもこのグループを勝てない特にそのねロボという,もう,もう普通の狼の2倍でね足跡がね 足跡、こんなんかどうか知りませんけど1 4ンチあるんです俺の方が大きいわそんなふうに考えなきゃいけない <laughs> 女の人でも2 2 3ンチあるでしょうねでもオオカミのここ,こ,こ、この四つ足のねこう足跡ぺったんこの1 4ンチですよほらでかいその。 狼でしかももうねすっごく賢いのでもうどうにもならないので助けてくれいうことでシートンが呼ばれるんですけどねもうシートンがねもう知恵の限りを尽くして罠や毒殺や仕掛けややるんですけどねもう全部裏書くんです。ある毒薬を仕込んだね肉があるんですよ。 そのののの毒毒薬匂いいが漏れれれないようにににカプセルに入れて奥の方に入ててねしかも金属のナイフで切ったらオオカミはあこれ人間がやったって分かるので象牙のナイフで切ってもう絶対に人間がやったって分からないようにそういう罠を毒殺の罠を5つも6つも仕掛けるんですけどある時それ見に行ったらねないんです。やったついにロボを毒殺成功やと。 で2つ目見に行ったら2つ目の毒持った肉ないんです3つ目も4つ目も5つ目もないで最後見に行ったらねその毒持った肉がね積まれてるんですで積まれたその毒入りの肉の上にねロボのうんこがついてるんですよこう分かりますかこれもうね屈辱 お前なんかに騙されると思ってんのかみたいなもうねどうやっても勝てない中で彼はずっと観察していくときに一つ奇妙なことに気がつくんですね実は狼っていうのはねリーダーは自分よりも先に他の狼を絶対に歩かせないんです この秩序がありましてねボスが絶対なんですボスのポジションよりも前に行くということは許されないことですよところがそのオオカミの群れの足跡をずっと見ていくとね一匹だけロボが自分よりも前を歩くことを許している例外的なオオカミがいるということがわかるこれね妻なんです ブランカという真っ白のオカミなんです普通は妻のオカミにもそれは許さないんですけどロブはねこのブランカのことが好きなんでしょう自分よりも前に出てるということをね許すんですねあのちなみにオカミっていうのはね一夫一歩制です生涯一つ害だけなんですそこでシートンが考えたんですねロボを攻略するのは無理だブランカを 白いメスオオカミを捕獲してそれをおとりにしたらロボを攻略できる私それ今クリスチャンとして考えるとねあのサタンがアダムを攻略するのではなくエヴァを誘惑することによってアダムを落としたというのに似てるなともう悪魔的な策なんですけど。 だけど5年間で2,000頭やられてるからそんなん言うてられへんってことでねそれでねほどなくねブランカがバナにかかるそしてね捕まえたところで、ね、考察するんですもう縄かけて馬に引っ張らせてねで血がぼっばーッ出てその時遠くの方からねロボが遠吠えを鳴くんですけどその時そばにいたカーボーイがね こんなに悲しそうな狼の遠吠えを聞くの初めてだまるでね名前を呼ぶようにねブランカーってそしてこのブランカのその足をもいでそれで足跡つけて匂いつけておびき寄せてそしてこの彼女の死体のを保管して その保管ルートの道筋のところに130個の罠かけるんですでロボは賢いですからね普段は銃を持った人間のそばに絶対行かないし罠にかかるなんてこと絶対ないんですけどねこうブランカがいなくなった時ね1頭だけでくるんです他の4頭は人間に近づくのを恐れてるんでしょう1頭だけでくるんですね そしてね、もう死んでるということをほぼ分かってるんですけど死体を見届けるまでは諦めないということで人間がいてるその猟銃を持ってる人間がいてるところまでどん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 近づいていってとうとう両方足とも、えー、鉄の罠にガチッとかかるもう初め暴れてたんですけれども シートもですね途中からねどうもロボのことは憎めなくなってるんですよ。かしかうオオカミだからそんなことをするのは普通やらないことなのにねブランカを見る一目見ようと思ってこうやってきたそして最終的にはこう捕まえるんですけれども,もう水も食べ物を一切食べないで餓死するんです。 俺はは人のの手にによるものは口に入れんという誇り高きもので,でその老後が死んだ後でシートンがねこうブランカという白い狼にずっと引きずってきてね隣に寝かせるというところで終わるんです。で私それ読んだ時ねものすごく感動したんですね。何に感動したかといったら狼と人間の知恵比べに感動したんじゃないんです。 何かかこうおごそかなものロボが賢いとかシートンは知恵があるとかそんなことじゃなくてねその愛してるもののために危ないいうこと分かってんのに愚かにの愚か者になってそしてやってくるというねその時ね子供心に思ったのはね オオカミの話だけどでもこんな人になりたいと思ったんですね。つまり誰か特定の人をとことん一途に愛せる人間になったらどんなにいいだろう自分の全てをかけて愛せるような人と出会ってその人のために自分の愛を全部注ぐことができたらどんなにいいだろう。 そんな風になれるという風に子供やから思ったんですねだけどどんどん成長していって自分には愛のかけらもないということがだんだん分かってきますでも聖書の福音を聞いた時に私が一途に何かを愛するというよりも私を一途に愛して愚か者のようになって神のあり方を捨てて人になって 十字架にかかって私の罪を全部背負って死んでくださったイエス・キリスト子供の時にね漠然とこういう厳かな愛に憧れてたんですけれどもその子供心に「なんてすごいんだ!」と思ってたものは実はキリストの中に全部入ってました実は人間が憧れる良きもの素晴らしいもの価値あるものそれは全部キリストの中にあるんですよ イエスはおっししゃいまた私が道であり真理であり命なのです真理は全てキリストの中にありますこの方が十字架の上で死んで墓に葬られて3日目によみがえってくださったんです誰でもこのキリストを信じる者は許されます良心を生かした上でしかも自殺する道ではなく 罪の赦しをいただいて新しい人生を生きるというそういう人生がスタートするんですねいかがでしょうかぜひこのイエスキリストを信じてくださいそして永遠の命をいただいてくださいますように心からお勧めしたいと思います